皆さんこんにちは、マーシーです。私マーシーは6月下旬から富士宮市内にある某キャンプ場におきまして、キャンプ場のお仕事をしております。そして2023年8月分のお給料が振り込まれましたので発表させていただきます。2023年キャンプ場のお仕事8月分のお給料は、2023年キャンプ場のお仕事、キャンプ場バイトのお給料は、差し引き支給額が15万450円でした。細かく説明させていただきますと、出勤が16日になります。8月につきましては、台風で1日お休み、そして雨で1日お休みということがありまして、その日の天気の状況を見て、判断するそうですが、本当であれば18日ぐらい出勤していた予定なんですが、出勤が16日になってしまいました。そして勤務時間なんですけども、勤務時間が119時間となっていますが、これも実際は本当であれば、私マーシーの勤務シフトは詳しい時間は言えないんですけども、9時間拘束の8時間労働なんですよ。ただ自然相手のキャンプ場のお仕事は自然相手のお仕事でもありますので、8時から働きまして、午前中で終わったりですとか、午後の1時2時とか3時で終わったことも1回あるんですよ。午前中のみで終わったこともありました。なので1ヶ月間の労働時間は、本当は体感的には私マーシーが計算した場合はもう10時間ぐらい、130時間ぐらい行っててもいいのではないかなという感覚なんですけども、雨でお休みになり、台風でお休みになり、そして途中ね、午後から山の天気というのは変わりやすいので、雨降るとお帰りになられるお客様も結構いますので、それによってお仕事がなくなったりするという状況が多々発生している、そんな感じになりますので、勤務時間が119時間となりました。そして所得税が、これちょっとね、所得税こんなに引かれるんだというのが率直な感想で、一緒の同僚のバイトの、男性陣女性陣も含めて、いろいろと所得税なんか高くないみたいな感じで文句言っていたんですけども、総支給額が16万650円なんですよ。それに対して所得税が1万200円引かれまして、所得税ってこんなに引かれるの?みたいな感じ、率直な感想なんですよ。15万450円でした。まあね、このぐらいだろうなと思っていましたが、雨と台風で2日間お休みになったというのは正直痛かったです。自然相手のお仕事ですので、途中でね、勤務時間が早く終わったり切り上がってね、早く終了したりしてしまいましたので、そういった部分の労働時間も含めますと、10時間近く、11時間12時間近くマイナスなのかなと考えているんですよ。ただお仕事に関しましては、特別ものすごい体力を使うとかそんなことではなくて、もう基本駐車場で立っているような感じのお仕事で、キャンプ場のそういう中のお仕事には私マーシーほぼタッチしていないんですよ。具体的にどのようなお仕事を担当しているのかと言いますと、キャンプ場の駐車場でお客様の対応といったらあれなんですけども、なんか管理棟がなんか駐車場の位置から分かりにくい部分にあるらしくて、私マーシーはね、毎日通っているので分かるんですけども、初めて来た新規のお客様に管理棟の場所が中には分からないというお客様がいるので、そのご案内ですとか、あとお風呂に入りに行く、市内のお風呂に入りに行く健康ランドをご利用されるお客様が、正直ね、スマホで調べてくださいというのもあれなので、たまに聞いてくるんですよ。この近くで大浴場といいますか、お風呂入れるところありますか、健康ランドありますか、みたいな感じで聞いてくる場合が、駐車場で聞いてくるんですよ。なのでそのような、いろいろ様々な質問があるので、そういったお客様の対応、そしてね、落とし物がね、たまにあるんですよ。その落とし物の対応ですとか、この間ねあ
ったのは、駐車場で大きいファミリーカータイプのワンボックスカーといいますか、トヨタのアルファードとかベルファイアとか、なんか日産のセレナとか三菱のデリカとか、あんな感じの大きい系の車でなんか来たんですよ。友人同士で来て、それで駐車場がね、狭いんですよ。正直狭くて、軽自動車だったら1回で曲がって出れるのが、やっぱし大きなベルファイア系の大きな車なので出れなくて、ちょっと前見ててくださいみたいな感じで頼まれたりとか、そういったこともたまにありまして、まああと、まあたまに警備員の、駐車場の警備は警備会社の方にお願いしているんですけども、警備会社の方とも、まあたまにちょくちょく話すんですけども、警備会社の方の人数の配置も人手不足でフルにね、マイナス1とかマイナス2の場合もありますので、お客様の方のそういった対応とかもやりながらも、たまに警備的なことをやったりとか、どこどこの駐車場空いてますよとか、そんな感じでご案内したりですとか、まあそんな感じのお仕事です。まあ幅広い意味で、まあ接客と言えますので、接客のキャンプ場で接客のお仕事をしているということになります。ただね、まあお仕事に関しましては、もうね、辞めようかなと思ってたんですよ。辞めようかなと、退職しようと決意した理由につきましては、一言で言えばお客様の質が悪いと、いろいろなクレームというよりも言いがかりに近いんですよ。キャンプ場のお客様って正直言いまして質が悪いんですよ。一応前置きしてお話しさせていただきますけども、 98% ぐらい、もうほぼ全てが善良なお客様なんですけども、中には言いがかりみたいなことを言ってくるお客様、具体的にあったのが、キャンプ場の料金に対して、私マーシーに対して文句言ってきたんですよ。私マーシーの下っ端のバイトの人間に文句言われても仕方がないので、あ、そうですかみたいな感じで軽く受け流していたんですよ。そしてその後は、なんか後ろの車が、なんか1台目の車の、なんかお客様のね、帰る時に次どこどこの観光地行きたいですっていうお話がありまして、それをご案内道順ルートを、まあカーナビで調べればわかるんですけども、聞いてきたのでお答えしていたんですが、そしたら後ろのお客様が、前のお客様の対応が終わって後ろのお客様来たら、なんか急になんか頭のネジが緩んでるっぽい人が、助手席にクーラーボックスを置いてまして、蓋を開けた状態でクーラーボックスを置いてまして、その中の氷とかが溶けてて、水と氷の状態みたいな感じになっていまして、止まったらこぼれたじゃねえかよ、どうしてくれんのみたいな感じで言われたんですよ。言いがかりじゃないですかそれ。いや、あんたがクーラーボックスの箱を開けて止まったのが悪いんでしょと、開けてなければこぼれないでしょというのがね、正直な感じで、もうクレームというよりも言いがかりに近いんですよ。まああと、なんか領収書をなんか帰る時に料金が高いとかなんとか、その辺のキャンプ場の周辺の相場の料金と比べてほぼ同じなんですよ。若干数百円程度の料金の差はあるにしてもですよ、料金が高いとかなんとか言いがかりみたいなクレーム言ってきて、領収書を丸めて目の前で投げたりとか、まあ、いろいろ正直ね、あとね、入れ墨をした、まあタトゥーですね、まあタトゥーも入れ墨同じなんですけども、そのようなお客様の割合が高いんですよ。私マジこれまで那須高原のリゾートホテルですとか、まああとゴルフ場宿泊施設とか、ビジネスホテル山中港の旅館ですとか、研修施設で働いてたりとか、そんな感じで宿泊施設接客のお仕事の経験もまあそれなりにあるんですけども、それらと比べましても、キャンプ場のお客様、全てではないです、ほんの一部のお客様なんですけども、入れ墨をしたお客様を平均1日1人から10人ぐらいの割合でだいたい絶対見るんですよ。那須高原にあるリゾートホテルは1ヶ月と2、3週間ぐらい働いていたと思うんですけども、那須高原にあるリゾートホテルで働いていた時は、その1ヶ月と2、3週間働いた期間の間、誰一人として入れ墨をしたお客様は見かけませんでした。やっぱね、正直言いまして、料金が下がるとお客様の質が下がるなと率直に思いました。ただね、そういう肌にそういったタトゥーをしたお客様でもすごいいいお客様もいたんですよ。もう何しろこの猛暑の中なので、暑い中ご苦労様とか、そういったお客様にもね、お声掛けいただいたりとか、そういったこともしましたので、全てがダメというわけではありませんけども、なんかね、やっぱしそういうお客様の割合が多かったのも紛れもない事実です。
ほぼ毎日と言いますか、絶対毎日見るんですよ。なのでね、ただね、人間関係だけで言いますと、おつぼねババアみたいな、そういう人は誰一人いません。本当に一人もいません。人間関係、職場の人間関係はすごいいいです。なのでね、いろいろとここ最近辞めることを決意したんですが、人間関係良くて、お仕事中ね、お仕事中と言いましても、お客様がいない時は、ほぼ休み時間で、木陰で休んだりとか、一応休み時間もね、現場になんかコンテナハウスといいますか、詰め所みたいなところがありまして、そこでエアコンがあるので、休んだりも結構ね、9時間拘束でありながら、実働6時間とか、下手したら5時間ぐらいなので、仕事的には正直楽なんですよ。人間関係も楽で、仕事的にも楽です。職場の方といろいろとお話をしているうちに、もう少しお仕事をね、辞めるというのは、撤回して頑張ってみようと思いました。いつまで続くかわかりませんけども、一日でも長く続けられたらなと考えております。これからも私、マーシーを応援のほどよろしくお願いいたします。以上、マーシーでした。